もしかしたらこれ2018年の情報なんですけれどもアーノルド・シュワルツネッカーが出演しさまざまな豪華キストが「インザハウス」「インザハウス」「インザハウス」「よしお」。 Vlog ですす、はい、よろししくお願いいたします、えー、本日はですね皆さん知ってるかどうか分かりませんけどもこの作品はい、えー、ビデオレンタルもなくネットフリックスもなく Hulu にもなく、はい、インターネット配信もされていないこの作品僕は大好きカンフューリーでございます、はいえー、カンフューリーっていう作品をご存知でしょうか えー、5年ぐらい前、えー、2015年にですね公開された映画なんですけれども、これ、劇場でやってないんですよ、なので、見てない方も多いと思うんです、インターネットとかで、たまたま見つけたか、何この作品、まあ、映画ファンの方はあの、国際映画祭とかさ、いろんなそういうものを見てるじゃない、だから知ってると思うんですけども、知らない方も多数いらっしゃると思うんで、本日は、この愛すべきバカ映画、 80年代のオマージュ、愛がたくさん詰まった、このカンフューリーのご紹介。しかもですね、この動画のサイトの、動画の、この動画の最後にはですね、カンフューリーの丸々字幕付きで見れる動画のリンクと、はい。しかも、主題歌を歌うデイビッド・ハッセルホフ。はい。デイビッド・ハッセルホフのですね、このトゥルー・サバイバーって曲のリンクも、両方とも許可済みなんで、貼らさせていただいて、本日は、 カンフュー類ーのご紹介とさせていただきたいと思います。ちょっとボケてるかなはい、こんな感じ。いきますよ。カンフュー類とーいう作品は、まあ知らない方、知ってる方、いらっしゃると思うんですけど、知ってる方は心を大にして大きな気持ちで聞いてください。知らない方はこんな作品があるのかどうだろう見てみたいかなっていう感じで聞いてもらえると嬉しいです。で、このカンフュー類っていう作品はですね、まあ説明させていただきますと、2015年に公開されたスウェーデン映画でございます。はい。 予告編が制作、公開された後に、キックスターター、インターネットを通じて、不特定多数の支持者から少しずつ資金を集める、クラウドファインディングです。今流行りのクラウドファインディング。それで資金を集めたところ、なんとですね、キャンペーン、最終的に1万7000人から68万ドルという制作費を集めることに成功し、超密度の短編作品30分ちょっとございます。 完成されたんですねカンヌ映画祭でのプレミア上映にて話題を集めた本作だがもともとは不参加、はい、つもりであったのだが作品内容を高く評価されて正体を受けるという栄誉の結果であったらしい。 で、本編はネット公開されているんで、本日はですね、その YouTube、はい、この辺の公式のチャンネルにお願いをさせていただいて、リンクの方を貼らさせていただいたんで、どうぞ、最後はこの作品に興味がある方は見てみたらいかがでしょうか。しかも、字幕ついてます。はい。 えー、VFX、はい、アーティストミュージックビデオのクリエイターであるデビッド・ザンドバーグが80年代の米国アクション SF の完全再現特殊効果はもちろんビデオテープならではのトラブルを含むを狙ったバカ,映画バカ短編映画であります、えー、ステレオタイプのキャラクターが真面目な顔をして臭いセリフを吐き アクションは無駄にうるさく、謎理論と超展開が超密度で詰め込まれています。監督脚本主演はデビッド・ザンドバーグ本人。はい。昔風のイケメンで、バンダミングアクションもこよなく、そよなく、 簡単にこなしているこのデビッド・ザンドバーグは何の問題もないと言っておりますはいパソコンがタイムスリップを可能にする万能機器だったり忍者やカンフーを出すだけで説明ができていると扱われたりナチスが悪の帝国でヒットラーが黒幕だったりするが何の問題もないはいえ物語はですね1985年のマイアミでございます 治安の悪化する町でゲームセンターの筐体がロボット化してはいトランスフォーマーオマージュでございます多数の負者が発生カンフーマスターにして世界最高の警官カンフューリー出動が要請されるんですねカンフューリーの活躍により事件は解決したもののさらに積み重ねた始末書の苦情に加え新しい相棒のトライセラコップと組むことを強要され逆ギレしたカンフューリーはバッジを叩きつけ警官を辞めてしまいます デカ部屋から出ていこうとしたカン・フューリーだったがそこへ現代目タイムスリップしてきたヒトラーが電話越しに銃弾を落ち込み多数の警官が犠牲になるタイミングよく現れる頼れる男ハッカーマン事件が選ばれし者である自分の座を狙うヒットラーの仕業であることを見抜いたカン・フューリーはハッカーマンの手を借りて対戦中のドイツに向かいヒットラーを倒すことを決意する。 はい、これがカンフューリーの大まかなストーリーでございますでその前に、まあ、この作品を見る前に横告編を見る前に登場人物の説明だけちょちょっとパパッとさせていただきたいと思いますまずですねカンフューリーカンフーリーでございますカンフューリーはこれあの監督さん本人なんですけれども職務中に雷に撃たれると同時にコブラに噛まれ少林寺の伝説に残る新冠風の達人にたる選ばれし者へと生まれ変わった世界最高の景観でございます 彼女に腕の筋肉を自慢していたり、父として慕っていた相棒、ドラゴンを追い詰めていたはずの謎のカンフーマスター、赤い忍者に無ごたらしく殺され、経験から新しい相棒を得るのに抵抗があるんです。恋はですね、ダークナイトトリロジー版バットマンみたいなしゃがれた薄暗い恋をしています。はい。トライスラコップ。こちら新しい相棒ですね。その内容に頭部がトリケラトプス。 カンフューリーの相棒として呼ばれるが、当人から激しく拒否られる。ちなみにイケボでございます。ハッカーマン。万能を誇る神業ハッカーで、タイムスリップもトランスフォームも可能。新規パワーグローブの使い手であるハッカーマン。はい。なんかあの方に似てますよね。バーバリアナ。神話時代の北欧まで飛ばされたカンフューリーが出会った女戦士。バルカン操作によりレーザーラプターを追い払う。カターナ。 同じく神話時代の北欧の女戦士アスガールと名付けた肉食恐竜が相棒エ、えー、獲物はウージーレーザーラプター眼球から熱光線を発,発射する獰猛な怪獣ですねえトール最近ではマーベル作品でソーっていうキャラクターがいますがこのトール神々の中ではこのムジュリニアを持ったハンマー巨大な男こいつは雷神以外の何者でもないという、はい、そんな感じのキャラクターでございます 最後は、アドルフ・ヒットラー。悪の大ボス親玉根源ですね。タチスの総統にして、はい。1940年代カンフーマスター。またの名をカンフューラー。クンフー総統と言います。自らのカンフー DNA を量産化しようとしたが失敗。歴史から姿を消していたが、突如として80年代に主権。カンフューリーを倒し、自らが選ばれし者となることを目的としています。はい。 で特別出演でこれあの主題歌を歌っているです、ねホフはい、えカンフューリーのえ乗るです、ね、スーパーカーに搭載された自立型スーパーコンピューターまるでナイトライダーみたいでしょう。 はい、演じるのは80年代の人気米国 SF ドラマ「ナイトライダー」の主演であるデイビッド・ハッセルホフその人本人でございますその人本人がナイトライダーではキッドっていうキャラクターがですね声を喋っていただけど今作「カン・ヒューリー」ではこのデイビッド・ハッセルホフが車のスーパーカーの声をやっているこれはパロディーでございますその他にもこの「カン・ヒューリー」の中では「デロリアン」が出てきたり はい。いろんな作品のオマージュっていうものが散りばめられた80年代ある愛がある映画なんで、まるでね、俺初めて見たとき、ミュージックビデオを見てるな。MTV のミュージックビデオを、まあ、こう音楽に乗りながら見てるような感じで、あの、どうせつまんないんでしょと思ってちょっと再生したら、一気に30分見ちゃったんですよ。すげえ面白くて、え、これタダで見れるのしかも字幕ついてるんじゃない何この最,最高の作品っていう感じで。しかもですね、最後の一つ。あ、これじゃあ予告編見てからお話しさせていただく。 話題のお話がありますんで。それでは予告編早速見ていきたいと思います。ちなみに動画の最後にはこのカンフューリーに止めるリンク、デイビッド・ハッセルホフが歌うトゥルー・サバイバーが聴けるリンク、貼らせていただきますんで、最後までお見逃しなく。この予告編を見るっていうことはカンフューリーの映画を見る前にですね、気持ちが高ぶって面白く見れるはずですよ。では行きます。ポチッとカンフューリー。 はい。ながらながらの80年代。このミュージックに乗せる、警官の前に現れる、三つのですね、三人の不適切な、この苦労たち。スケボーでぶっ飛びな。スケボーでなんとパトカーがぶっ飛んでいってしまうんです。おっと、プロまるでこの SFX80 年代のバカ映画です。そうです。カンフーユにスケウスがかかると、このスーパーカーを操りながら、ぶっ飛んでいくカンフーリーこの登場の仕方がぶっ飛んでるんです。 車の上に空中から立ち上がり、まるでゲーム、そう、ビデオゲームのような作品が、この映像として見れる、はい、ベストキットのオマージュでもあります。警官をしますただらけでクビになり、クビになってもカンヒューリー本人は正義のために戦うことができるんです。そうです。今、奴が現れてしまい、そうです。悪の相当アドルフ・ヒットラーがですね、カンフーの達人、この世界を乗っ取ろうとやってくるんです。 そんな時、目の前にちょうどよく現れたこのハッカーマンですね。ハッカーマンの、えー、手助けにより、カンヒューリーは過去に生き、ヒットラーを倒そうと心がけるんです。 どうでしょうこのチープな映像。だけども、このチープな映像の中にも音楽が流れ。そうです。あの頃の懐かしい作品を見てるかのような、そんな感じにあられる。それ過去に行く。過去に行ったらバーバリーやな。まるでコナンザグレートを見てるかの気持ちになりますよね。どうどうこの作品。ちょっとチープでしょチープの中にも、でも、すごい SF が詰まってるんです。わざと映像を、すごいこうお金をかけてるところとチープなところを見せながら、 順番にやってくるこの監督さんはね、結構面白いと思いますよ。うん。そうですね。ナチスのヒットラーをカンフューでぶっ飛ばす。この総もどきのでっかいキャラクター。そうです。デロリアンも出てくるんです。愛があり、アクションがあり、ドラマがあり、悲しみがあり、このカンフュールっていう作品、30分ちょうど。この後、超ご期待、見れますよ。よ、う、っ、ん、はい。 えー、カンフィーリの予告編見ていただけましたでしょうかそうです。このカンフィーリっていう作品は短編映画、クラウドファイリングで集めた、このお金でですね、作った YouTube 上でしか公開されていない貴重な作品であります。いつなくなるかわからない。そうです。今が旬の見るべき映画作品、短編映画でございますので、どうぞですね、この後に見てください。ちなみに、このカンフィーリ、ーあまりにも、あまりにも面白かったっていう人がいるんでですね、なんと、 もしかしたら、これ2018年の情報なんですけれども、アーノルド・シュワルツネッカーが出演し、様々な豪傑カストがゲストとして出演するカンフューリーのですね、劇場版長編映画が作成されるかもしれないっていう噂があります。はい。それでは、ここにですね、まずここにカンフューリーのリンク、これ映画〇〇字幕付きで見れます。そして、こっちの下のところにですね、デビッド・ハッセルホフが歌う、こっちか、どっちだ どっちか上か下です。はい。ここにですね、はい、カンフューリーが、ええー、見れます。そのまま字幕で。で、下のところにですね、カンフューリー、デビッド・ハッセルホフが、あの、歌う、トゥルー・サバイバーって曲が聴けるんで、どうぞ、この動画を見終わったら、はい。こっちのリンクの方を飛んでいただいて、カンフューリーの先に楽しんでいただけると、良いと思います。はい。えー、本日はですね、こんな感じで、チャンネル、 終了とさせていただきたいと思いますえこのチャンネルが面白かったらチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたしますはいそれではグッドボタンよろしくお願いいたしますではですねカンフューリーお楽しみくださいデビットハッセル報告トゥルーサバイバーお楽しみくださいどっちかにありますでは curtains cause all we need is candlelight you and me and the bottle of wine